ピサック1、ピサックキャップセンスセンサーの開発キットピサックとはサイプレスセミコンダクターが開発したマイクロコントローラの製品群である。製品群はアーキテクチャの違いによって以下のように大きく5種類に分けられる。他にもピサック 5LP の前身にあたるピサック5と呼ばれる製品群が存在する。ピン配置や機能は ピサック 5LP と互換性があり、メーカーはピサック 5LP への置き換えを推奨している。マイクロコントローラに加え、ユーザーモジュールと呼ばれるブロック構成機能があり、周辺機能を集積できるのが特徴である。サイプレスは2014年から Bluetooth Low Energy モジュールを搭載したピサック 4BLE の提供を開始した。ユーザーは ピサックの開発環境を利用することにより、BLE モジュールを追加できる。ピサック6シリーズには、Bluetooth 5規格に準拠した BLE モジュールが追加された。製品としての出荷は2002年に始まった。サイプレスは、ピサックを促進するために2002年と2004年に、雑誌、サーキットセラーにて、ピサックデザインチャレンジを掲載した。2009年9月に、 ピサック2、ピサック3と、ピサック5の2ファミリーを追加することを発表した。最大の特徴は、CEPU コアの一新で、ピサック3は8ビットのインテル8051を、ピサック5には32ビットの ARM Cortex-M3 を採用し、性能を改良、改善している。なお、当初から存在する初代、ピサックは、今後もピサック1として展開される。 2012年12月にピサック5の消費電力を抑えたピサック5 l p が発表され2013年3月にはピサック4のファミリーが発表されたティボやアポリポッドのホイール部分の静電容量センサーの制御などに利用されているコアとアナログおよびデジタルブロックで構成されておりプログラムと相互に利用できるピサック1のコアには 以下のものが含まれている。ピサックの特徴の一つとして、他のマイクロコントローラと異なり、ユーザーモジュールと呼ばれる機能が挙げられる。様々なアナログ及びデジタルブロックを使用して、マイコンの周辺に必要な一連の機能を集積、内蔵することができる。初期化処理や割り込み処理などの API やサブルーチンは、開発環境が自動的に作成してくれる。デバイスによって異なるが、 最大で16個のデジタルブロックと12個のアナログブロックが利用できるものもある。デジタルブロックには、デジタルビルディングブロックとデジタル通信ブロックの2種類があり、デジタル通信ブロックには I、O ユーザーモジュールを構成できる。各デジタルブロックは8ビット処理であるが、複数のブロックを組み合わせることで 16.2E432 ビットで処理することができる。例えば、 16ビットの PWM やタイマーはデジタルブロックを2つ接続して処理される。電源投を入時に構成する必要がある点においては、フプガに似ているが、構成データは内蔵フラッシュメモリに記憶されており、自動的に読み込まれる。PSAC-1 ではデジタルブロックは既存のものしか使用できず、HDL などで独自に作成することはできない。 ユーザーモジュールの構成は動作中にユーザーモジュールを再構築し、動作、機能を変更することも可能である。i、O ポートの機能が固定されている他のマイクロコントローラと異なり、特にデジタル入出力においては i、O ポートの制約が少ない。PSAC を搭載する基板に合わせて使用する i、O ポートを選択でき、周辺の配線パターンを最適化しやすい。 M8CE プロセッサとは、サイプレスセミコンダクター社が開発した8ビットマイクロプロセッサコアである。ハーバードアーキテクチャで、93.7kHz から 24MHz で動作し、最大 4Mips の性能がある。ビッグエンディアンである。p s a ク1の CPU コアとして使用されている。GUI による、数々の開発環境が無償で提供されている。 ピサックデザイナーの開発画面。ユーザーモジュールエディタと、プログラミングエディタハット AB32、ビットアームコルテックス M4 ピサック6、ピサック5ハットピサック 4BLE ロイター、サイプレスヒッツハーフ、ビリオンマークインシップメンツオブピサックプログラマブル、システムオン、チップデバイセズ、サーキットセラー、ピサックデザインチャレンジ2002サイプレス。レボリューショナイゼズエンベデッド。 デザインウィズ、ハイパフォーマンス、ローパワーパソーカー 3& ピサック5プログラマブル、システムオン、チップアーキテクチャーズ、ハットニューサイプレスパソーカー 5LP ファミリーウィズアームル、コルテックス、M3 プロセッサーパワーズハイ、プレシジョンプログラマブル、アナログウィズ、A シングル、セルバッテリー。アドバンシングエンベデッドデザイン、ハットサイプレス S パソーカー4アーキテクチャー、 デリバーズザインダストリー、スモースト、フレキシブル、ローエスト、パワーアームルコルテックス、M0、ベースドデバイセズフォーエンベデッドデザインズ、ハットテクニカルレファレンスマニュアル P63。ありがとうございます。